むっチャンネル。皆さんこんにちは、ピアニストの武藤優希です。今回は藤井風さんの青春病、こちらをね解説していきたいと思うんですが、この曲めちゃめちゃ気合の入った曲だなと思います。曲の最初から最後まで通してこだわりがねたくさん詰まった曲なので、僕も気合を入れて解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録評価の方お願いいたします。それじゃあ早速いってみましょう。むっチャンネル。この曲はね、まずサビから始まるんですが、この最初の部分に風さんらしさがね 570% 詰まってるんですよ。まず最初の4小節の部分ですね。はい、ここなんですよ。この4小節間ね、メロディーもさることながら、何よりコード進行、これがね風さんらしさが出ていまして、この最初ヨド始まりという手法を使っているんですけれども、このヨドから始まって3、6、2、5、1、そして裏コードでまたヨドに戻るっていう一連の流れですね。まあ、あの細かい数字などは覚えていただけなくて全然結構なんですけれども、このひとまとまり、これをね風進行っていうふうに名付けました。で、実はですね、この風進行、一度コードで聴いてもらいたいと思うんですけれども、こんな音なんですね。なんですけど、この風進行、実はね他の曲でもね多用されてるっていうことにね気がついたんですよ。まず一度コードを聴いてもらいたいと思います。これですね。この上に例えば青春病ならこういうメロディーが乗っかります。で、この進行の上に例えばこちらの曲、皆さんもうお分かりですよね。こちらキラリのサビなんですけども、同じコード進行なんです。さらにさらにですね、ちょっとこれゆっくりテンポを下げてみますと、はい、こちら帰ろうのサビですよね。こういう風にキーは違うんですけれども、実は同じ進行で進んでいるんですね。これがね藤井風さんの特徴なんです。で、もちろん曲によって細かいところはね変えてはいるんですけども、この風進行、これをね主体にしたね曲作りがされています。そしてですね、サビの終わり、こちらにもね風節がね出ているところがあるんですよ。このサビ終わりの部分ですね。まあ、このサビの終わりの部分で転調をしていくんですけれども、ここが単三度の転調っていう手法なんですね。まあ、単三度っていうのは、例えばカラオケで歌ってる時にマイナスボタンとかプラスボタンを3つ押したのと同じような状態です。で、この単三度転調っていう手法なんですけれども、こちらも風さんらしい転調の仕方で、例えばですね、キラリの A メロから B メロにするところ、ここもね、実は単三度転調が使われていたんですね。その部分をちょっと弾いてみたいと思います。ここですね、ここもね同じく単三度転調なんです。なので藤井風さん、この単三度転調をね結構好んで使っているんじゃないかなと思います。ただですね、その転調の仕方とかアプローチの仕方が、このキラリと青春病ではまた違う手法を使っていて、バリエーションがね非常に巧みで素晴らしいなと思います。まあ、この最初のサビの部分なんですけれども、先ほどの風進行、それから今の単三度転調ですね、これがね使われていることによって藤井風らしさ全開といった感じで曲が始まっております。むっチャンネル。はい、まずは A メロですね。ここでもね藤井風さんらしいモチーフ展開、これ使われてるんですけども、今回のねリズムはね、タンタタン、このリズムですね、こ
これがうまく配置されています。例えば最初のやめたの部分ですね、ここでまず停止、それからっていう風にいろんなところにこのタンタタンっていうリズムが出てきております。その後もこのタンタタンタン、このねモチーフの使い方がやっぱり巧みなんですよ。同じリズムでも例えば下がっていく音型もあれば逆に上がっていく音型もありますし、そのあたりのね音使いとリズムの組み合わせ非常にうまいなと思います。むっちゃんねる。それからこのタンタタンっていうリズム、このモチーフなんですけれども、サビにもね実はこっそりというか隠し味みたいな感じで使われているので、曲全体を通してこのリズムはねキーになっているかなと思います。でいずれもこのタンタタンっていうリズムが例えば毎回2拍目に来るとかじゃなくて1拍目に来たり3拍目に来てみたり、そういう風にねいろんなバリエーションをつけることで巧みに使われています。非常にうまい具合に配置されていると思います。でこの A メロ、まあ、2回繰り返しているんですけれども、その後に B メロですね入っていきます。 B メロは曲調というかビートが変わらないので気づきにくいかもしれないんですけれども、はっきりとコードとメロディーが変わっています。ですね。でこの B メロの後にね変わってるのがもう C メロが来るんですよ。なんでまずサビに入るまでに A メロ、A メロ2回目、そして B メロで C メロがね次にね来るんですよ。そこがねまたね気合入ってるなと思うんですけれども、その C メロ見ていきたいと思います。むっちゃんねる。はい、そして C メロなんですけれども、 C メロのポイントはねブルーノートなんですよ。ブルーノートと聞くと超有名ジャズクラブの名前にもなっているぐらいですね、ジャズとはもう切っても切り離せない関係といいますか、一心同体といった方がいいかな、もうそういう密接な関係があるんですね。で、そういう音使いのことなんですけれども、例えば普通のドレミファスラシドがだった時にブルーノートはこういう感じなんですね。非常にブルージーな雰囲気というかイエーっていう感じの音使いですよね。で、こちらのブルーノートがメロディに使われてるんですね。どこかと言いますと、ここですね。この音がブルーノートなんです。これによってね、絶妙なニュアンスが出てるんですけれども、例えばここ、普通のメジャースケール、ブルーノートじゃない音で弾いてみましょうか。全然おかしくはないです。爽やかですよね。ここがブルーノートに変わると、これね、絶妙な表情がね、たまんないですよね。むっちゃんねる。でですね、実はこのブルーノート、A メロでも使われていたんですよ。どこかっていうと、わかりましたかね、今のところ。先ほどの C メロのブルーノートと同じ音なんですけれども、これが伏線となっていたというか、 C メロでブルーノートが出てきても全くね違和感がなく聞こえるんじゃないかなと思います。このブルージーさ、それと曲全体の爽やかさですね、これをね見事に融合させているのが藤井風さんの凄さだと思います。それから C メロでポイントがもう一つあるんですけれども、この2つがねラスサビのテンションをね最高にぶち上げてくれますよね。こういうのを使って、まあ、青春の影の部分ですかね、光だけじゃない影の部分、こういうのをね表現してるんじゃないかと思います。